男性目線で乙女ゲームを攻略解説するスタンドマイヒーローズスタマイ実況を今日もやっていくわけですが、今日は番外編です。まあ、前回でね、このシーズン1のストーリーは全て紹介し終えたっていうところでしたので、まあ、今回はそれを記念してイケメン祭りを開催したいと思っています。と言いますのも、今持っている僕のガチャチケット全部使いますキャンペーンをね、まあ、やっていこうかと思うんです。まあ、その前にね、このシーズン1頑張ってクリアしたっていう裏側をお見せしてるわけですけれども、まあ、このゲームパズルゲームなわけなんですが、まあ、こうやってね、パズルのクリア度合いによって星の数が判定でつくんですけれども、この星3つ、100までは完全にクリアしてきたんですけれども、まあ、これも大変だったんだけどね。で、100以降は結構難易度が上がってきてね、まあ、全部完璧なクリアっていうわけではなかったんですが、まあ、なんとかね、150個のパズルをクリアすることによって、まあ、シーズン1の実況配信をお届けすることができているわけなんですけれども、まあ、今後ね、まあ、一応カードストーリーなんかも挟みながら、またシーズン2もね、お話進めていければなぁと思いながらなんですが、まあ、そのカードストーリーをやるにもね、カードが揃っていないことにはっていうところもあるので、まあ、とりあえず今僕が持っているガチャチケット全部使うことによって育てるカードも増やしちゃおうじゃないかという企画でございます。では早速ガチャの画面に参りましょう。今日はひたすらガチャ会です。 SSR 確定ガチャチケット1枚と R 以上確定のガチャチケットが6枚あります。まあ、せっかくなんでね、この SSR 確定ガチャチケットは最後に取っておくとして、この6枚を消化するところからやりましょう。1枚ずつ回していきましょうね。まあ、これね、占いというかおみくじというかそんな気分でね、1枚ずつ引いていきましょう。まあ、 R 以上なんでね、まあ、SR が出てくれたらラッキー、 SSR が出てくれたらもっとラッキーっていう展開なんですが、まあ、ここの多分気球の出てくるレベルによって、まあ、この運の良さが問われるわけですよね。ほら、安してください。あ、これボイス付きなので SR 以上は確定ですよ。さあ、宮瀬号激レアです。まあ、でも R 以上のチケットの割にはいいんじゃないでしょうか。さあ、サクサクいきましょう。2枚目使っていきます。さあ、今度はどうでしょうか。気球が1個、あー、1個の時は多分レアな可能性が高いですね。うん、レアでしたね。まあ、こんなもんでした。さあ、続いて3枚目です。さあ、どんなのが出てきてくれるでしょうか。あー、これまた気球1個。まあね、おみくじみたいなもんですから、ここでしらけていてもしゃあない。まあね、いいのが1個でも出てくれればって思いながらやりましょう。さあ、4枚目です。いきましょう。さあ、どんなのが出てくれるかな。気球が1個。お、ここでさらにスピンが加わったって時はいい予感がしますが、どうでしょうか。ボイス付きであれば。いい子いい子。お、ボイス付きです。これは SR 以上確定ですよ。さあ、ハトリオさん激レアです。いいね。そして5枚目だよ。さあ、残りの数も少なくなってきました。あー、このままだと多分レアかなっていうことでしょう。宮瀬号です。さあ、R 以上ガチャラス1となります。最後の1枚、6枚目はいいの出てくれるかなと思ったけれども、うん、多分気球の数が、お、これは SR 以上確定だ。気球がなんか1個しか出てこなかったし、スピンも来なかったからダメかと思ったけど、激レア関さん来ました。まあ、なんだろう、まあ、R 以上っていうところでね、ちゃんと激レアが出てくれただけ良かったんじゃないかなと思います。まあ、でもね、本命は次の SSR ガチャチケットですよ。そっち行ってみましょう。さて、 SSR 確定ガチャチケット、僕が持ってる最後のガチャチケットですよ。こちら引いていきましょう。まあ、こればっかりはね、どのキャラが出てくるのか運ですから、僕の推し面が来てくれたら嬉しいんですけどね。まあ、これはね、祈るばかりです。じゃあ早速行きましょう。まあね、さっきのこの演出を見ていれば、いかに SSR 確定ガチャの時はこのように気球もいっぱい出てスピンもしてっていうね、演出が熱いのかっていうのが伝わってくるかと思います。さあ、誰来る。不器用って言われなくても自覚ぐらいしてる。さあ、誰でしょう。
荒木田創生さん超激レア来ました。警視庁の一匹狼と言われてるキャラクターだよね。まあ荒木田創生さんね、あの高塚さんがキャラクターボイスを務めてて、まあ、渋い声ですしね、いいキャラクター手に入りました。能力も、細かく見ていきましょう。いい能力だといいけどね、育てがいのあるキャラクターだったら、まあ、カードストーリーなんかも見ていきたいという展開になりますが、あ、いいね、緑ピースを4個作る、こういうねちょっと偏ったね能力を持ってるっていうのは使い勝手がいいんですよ。あんまりこのね、あのゲーム実況の中でパズルのシーンをお見せすることないんですけど、まあストーリーが分かりづらくなってしまうっていう理由でね、まあカットしちゃってるんですけど、うん、でも結局ねそのストーリーを円滑に進めるためにはこのカードの能力が重要なわけで、まあいいカードが手に入りましたね。うん、とりあえずガチャはいい感じに締まりました。では最後に日替わりのストーリーをお届けして今回のイケメン祭りは締めさせていただきましょう。イケメン祭りの締めにふさわしいエピソード、イケメン専門店をお送りしましょう。じゃあ、それじゃあ明日も早いですし今日はそろそろお開きにしましょうか。よろしくどうぞ。そんじゃま、今回の合同捜査このメンバーでよろしくどうぞってことで。はい。一刻も早い事件解決のため全力を尽くしたいと思います。わかりました。同じく頑張ります。頼もしいな二人とも。さあ、こんな話がされていましたが、ガチャ、はあ、外はやっぱり冷えるな。みんな風邪をひかないといいけど。なん？そうそのスタイル、その顔、そしてそのオーラ、スカウトマンとなっています。もしかして俺に言ってるのか。いや、まさかな。俺が長年探し求めていた数百年に一度の逸材に違いない。目の前に来たってことはやっぱり俺に。ぜひうちの事務所に所属を。いや、その容姿ですし、すでに他と契約していたり、まあこういう人ね、東京に行くとよくいらっしゃるんですよね。ただね、なんか詐欺まがいな人とかもいるので、ほんと注意が必要だなって思いますけど、なんかね、僕も一回原宿とかを歩いてた時にね、まあこうやって声かけられたことありましたけれども、まあ名刺もらうんですよ。後から調べるとそこの所属タレント誰も知らないんですよね。うん、だから本当に怪しい目に遭いそうで、まあなんかね、調べてみると、まあそういうところのね、セミナーとかに通わされるけどデビューできるかどうかっていうのはわからないみたいな、まあそのセミナー代とかで稼いでたりするとか、まあそういう詐欺が横行してたりするんでね、まあついついそうやってね声をかけられると乗っかりたくなる気持ちもわからないでもないですが、まあこういうのね、詐欺かもしれません。どうなんでしょう。やれやれ。おや、やっぱり外は冷えるね。また違うタイプのイケメンが店から出て。そちらのお兄さんも少しお話を。なんかね、スカウトマンの人っていかにも怪しいんですよね。道の真ん中で声かけてきて、ちょっと端っこで話しましょうみたいになるんですけど、うん、こういうの怪しいんですよね。寒い。なんなんだこいつ。これはどういうことだ。この店は一体。確かに次々とイケメンが出てくるからね、これはびっくりしちゃうね。あの、すいません、お待たせしました。なあ、ホストクラブのね、裏口かよみたいなね気持ちになるでしょう。どうかしたんですか。ああ、いいや、この男性が何か話があるみたいなんだけど。かっこよすぎるね。確かにみんなダメだ、興奮しすぎて心が震える。大丈夫かこいつ。いやー、でも確かに仕事はね、はかどるよね、こんな場所。そのバーはしばらくの間スカウトマン界隈でイケメン専門店と呼ばれ、有名な店になるのでした。まあ結果このバーもね、人気になりそうだし、なんかいいお話でしたね。俺はもう寝る。お前も早く寝ろよ。じゃあ、おやすみ。
というわけで今回のイケメン祭りいかがだったでしょうか。先ほどね SSR 確定ガチャチケットで引いた荒木田さんを早速トップ画面にね持ってきてみました。こちらのチャンネルはですね、男性目線で乙女ゲームや乙女アプリを攻略解説していくチャンネルでして、このスタンドマイヒーローズも同様にやらせていただいているわけですけれども、まあね、僕なんかがとやかく言わなくても、スタンドマイヒーローズは素晴らしいゲームですので、まあね、何も言えないんですけれども、まあでもこうやって男性目線でやることによって、何か新しい価値を見出すことができたらいいなと思いながら配信させていただいております。お気に召した方は高評価とチャンネル登録のほどお待ちしております。まあ、というわけで今回は番外編ということでちょっと短めな動画にはなりましたが、この辺で締めさせていただきたいと思います。今回もご覧いただきましてありがとうございました。また次回もよろしくお願いいたします。